こんにちは、こんばんは、ダイスチャンネルダイスです。今回は妖怪ウォッチ3バスターズトレジャー更新データのバージョン 2.2 で追加されたミステリーレジェント2体しばらくとノストラダマスのストーンを取りに行ってみたいと思います。何回で出るか検証します。ということで行くのは怪しい地下室。ヌーパーツが何個出るのかと、あと追加されてるしばらくとノストラダマスのストーンはそこに何個あるのか、確率どれぐらいなのかを調べたいんですが、まずはヌーパーツですね。たくさん取って進んでいきます。はい、祝いの間でもヌーパーツが出る確率があるので、友達チャンスもすべてゲットしながら、コインも100枚いってみましょう。あ、1個目が牛すき焼き。これは攻めの日でしょう。どれくらい出るのかな。皆さんゲットどれぐらいしてましたか。あ、なんかさっきからですね、罠にかかりながら進んでます。まずいなあ。大トロ、はい、いけました。100枚コインが集まって祝いの間。今結構ねヌーパツ出てるんですよね。よし、結果が楽しみ。まずはここでも狙うは金の宝箱。50個以上取りたい。いや、危ない。すき焼き取ると点数アップなんですよね。2点入るから、すき焼きをちょっと狙いながらやっていきましょう。最近どの宝箱が多いので、できればね銀そして金取りたいです。よし、オッケー。あ、結構いいんじゃないですか。はいはい、うお、あ、危ない。うん、どう、うん、結果は38、マイナス3に当たっちゃったんですよね。ま、20点超えで銅の宝箱、ここからもヌーパーツは出るので結果楽しみです。よし、お願い、ヌーパーツゲットしたい。飽きたー。オッケー、じゃあボス行きます。結構ねここの八つ咲きは倒しに来てるっていうのもあるんですが、こう必殺技ずれちゃうと結構きついんですよね。さあ、もうちょっと、あ、今度は当たった。いけたー。最後のボスから落ちるのもヌーパーツであってほしい。起きた、やったねー。では出口から出て、今回の1回目にいた時の結果を見ていこうと思います。何回か行って検証しようと思ってるんですが、1個目、そう、エリアはねすでに全部出てる状態なので、キャンプ戻りましょう。よし、オッケー。はい、経験値ももらって、今回出たヌーパーツ3つ。お、あ、来た、しばらくストーンもらいました。1個ゲット、パンドラストーンと S ストーン、そしてしばらくストーンでしたね。よし、この調子で2回目も行ってみます。でも最大でどれぐらい出るのかな。よし、2回目、出撃、探索スタート、行きましょう。え、ちゃっちゃと終わらせて。よし、なんか妖怪が持ってる宝箱、これ何、お、苦い漢方。ここのフロアには落ちてるかな。お、持ってるのがっぱ。さあ何出る、きたー。よし、ヌーパーツ、フロアの宝箱は、あ、古びたコインだ。惜しいな。なんかいっぱいいますね。よいしょ、オッケー、コインも集めつつ行きましょう。あ、わからんな、も持ってる。これは来たー。あ、いた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 。罠よく当たってしまいますね。よし、お、え、あ、ワープしちゃった。
ワープしたところにあるの？痛いよ。あ、これで100枚、祝いの間に行けます。はい、突入。銀の宝箱が欲しい。ごちそうキャッチ、用意、はじめ。よし、挑戦。すき焼き。あ、取れなかった。おぶな、怖い。寿司。あ、すき焼き。オッケー。あ、これもすき焼きだ。おお、どうかな、待って、なんか怖いよ。うー、なんか落ちてきてる。痛い。マイナス3ついちゃった。あー。やってしまいました。32点。20点は超えてるから銅の宝箱ではありますが、あー、銀にならなかったですね。受け取られよ。よし、お願い、ヌーパーツ出る。うん、牛すき焼き。ボス行きましょう。ボスのところでヌーパーツ出ればいいんですよね。よし、八つ咲き覚悟だ。おー、あっち行っちゃった。待てー。おー、戻ってきてる。おっと、よし、ヤマタノオロチ、オッケー。あ、怖い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 、痛い。うん、もうちょっと、あ、ちょっと、あ、当たっちゃった。もうちょっと、もうちょっと、うーん、あ、いけた。よかった。よし、宝箱、ヌーパーツ来た。よし、出口急ぎましょう。オッケー、はい、脱出。キャンプに戻って今回の結果見ましょう。すごいぞ。よし、しばらくノストラダマス、どっちも行きたいから、たくさん欲しい。経験値は同じ。今回ヌーパーツ多かったんですよ。さあ、あるかな。 S ストーン、リアクションストーン2個。あ、来た、ノストラダマスストーン。よし、あ、しばらくストーンも来た。やったー、今回でどちらもゲットできてます。3回目行ってみましょう。どうかな、なんか結構ね、ヌーパーツが落ちて、その中に確率的には高いんじゃないかなと思うんですが、さあ今回は、お、なんか初っ端からのガッパが持っててくれてますね。宝箱開ける。もうちょっと、あ、鉄壁のお守りだった。ここフロアにもあるので、あ、出た出た、フロアから、やったー。なんかね、2回目行った時もフロアから結構出たんですよ。なのでフロアの宝箱も全部狙っていきます。わからんな。オッケー、あ、友達チャンスになってる。取っていこう。一発で行けたらいいよね。1、2、3、4、5、6、来た。なんか久しぶりに一発。2回ぐらいこうバツで外してしまったりすることが多いので、こうなると嬉しいです。 OK。 あ、アマンチェルモだ。友達チャンス多いですね。これは、お、ヌーパーツ、あの、ちょっといいじゃないですか。友達チャンスも、ここも一発がいいな。 OK。 ああ外しちゃった。もう一個、おーし、はい、妖怪メダルゲット。アマンチェルモ妖怪メダルもゲットしました。コイン取りながら進みます。どう、この後は手のひら返し、ミス、やばい。あ、よいしょ。あ、ハーモリーがいる。意外と硬いな。これは大エビ天。あ、ハーモリー友達チャンスになりました。あ、バツ。初っ端罰よくあるんですがね。ここでも妖怪メダルゲット、やったね。で、99個なんですが、あ、ここ階段だ。祝いの間行っちゃいましょう。さっき落ちてたね。オッケー。100
100枚ゲットで祝いの間、よーし祝いの間でもヌーパーツゲットするぞ。目標は銀の宝箱、金の宝箱。いけるかな。はじめ、銅の宝箱でもヌーパーツであればいいんですよね。うん、オッケー。危ない、怖い怖い怖い。あ、マイナスターンついてる。うわー、終わっちゃったー。終わっちゃったー。37。うわー、銅の宝箱だったか。20点超え。最近銀の宝箱が厳しい。はい、落ちてくるものとかにもよるのかな。お、でもヌーパーツだ、よかった。さあ脱出。ここからボスか、硬いな。痛い。八つ咲き結構当たっちゃうので、ヒーラーさんに頑張ってもらってるんですよね。大丈夫。お、いけてる。今外してしまったかと思いましたが、やった。さあ最後の宝箱は、あ、こっちから開かない。あれ、守んなきゃ。よいしょ。あ、ヌーパーツ出た、よかった。結果見に行きましょう。脱出。どこ出るのかな。おおこれエリア解放した時に一番最初に来たところですね。よし、これでキャンプに戻って結果見ます。6個のうちある？リアクション、ツラビスが3つと、あ、しばらくして終わった、やったー。はい、ということでヌーパーツたくさん出てどちらもゲットできましたね。今回今持っているヌーパーツが、何個あるのか確認したいので、ちょっとね、雲外鏡ワープを使って見に行きます。ヨップル社でいいかな。しばらくストーンとノストラダマスストーン3回行って、ゲットできた数はノストラダマスが1個と1個でしたね。あとはしばらくストーンが3個、3回行ってトータルだと4個出ました。ヌーパーツの数も多かったのでこれだけゲットできて嬉しいです。ということで検証結果、1回行けば1個出る可能性高しということになりました。またね、今回ゲットしたしばらくとノストラダマスのストーンを使って遺跡行ってみたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた、 See you!